まず先生からいろいろと学ぶでしょうが、最初に先生の教えをしっかりよく守り、正しい構え、正しい打ち、そして意欲を持って積極的に稽古をするように心がけましょう。中段の構えは剣道の最も基本的な構え方です。竹刀の柄頭を左の手のひらのくぼみに置き、小指と薬指で包み込むように強く握ります。右手は人差し指がつば元に触れる位置で竹刀を支える程度に軽く握ります。両手ともに親指と人差し指の間に柄の縫い目が来るように握りましょう。足は肩幅くらいに開き、右足を左足のつま先のラインにかかとが来るように出します。左足のかかとは軽く上げておきます。体重は両足に均等にかかるようにし、常に親指側に力を入れておきます。左手は親指の付け根の関節がへその高さに来るようにします。両肘を胴に軽くつけると自然に位置が定まります。目付けとは相手の動きを察知するための目の働きのことを表します。常に相手の目を中心に体全体に視線を置くことが大切です。送り足は近距離を素早く移動する場合や打突の時に使われる剣道で最も一般的な足さばきです。左足を蹴って右足から前に踏み出し、左足を素早く引きつけるという方法で足をさばきます。開き足は相手の体をかわしながら打突や防御をする場合に使われる足さばきです。体を右に開く場合は右足を右斜め前に出し、左足を引きつけて相手に向かいます。左に開く場合はその逆になります。歩み足は遠い距離を素早く移動する場合の足さばきです。また遠い間合いから技を放つ時にも用いられます。通常の歩行のように右足、左足を交互に繰り出して前進、後退をします。次足は遠い間合いから打突する場合の足さばきです。踏み出す距離を伸ばしたいときに左足を右足の位置まで瞬時に引きつけることで右足をより遠くに踏み出すことができます。しかし左足を引きつける瞬間が隙となりやすく注意が必要です。素振りは剣道の基礎となる重要な稽古です。中段の構えから大きく竹刀を振りかぶりながら右足を前に出します。左足を引きつけると同時に一気に竹刀を振り下ろします。今度は左足から後ろに下がりながら竹刀を振りかぶり、右足の引きつけと同時に竹刀を振り下ろします。この動作を繰り返していきます。この時竹刀の軌道は体の中心の線に沿う形となります。常に剣線、両拳が中心を外れていないか確認しながら行いましょう。しなやかで鋭い打突を行うためには手首のスナップを効かせることがポイントです。力まず正確に打ち切ることを心がけましょう。左右面打ち素振りは左右とも斜め45度の角度から
竹刀を振り下ろす素振りです。滑らかな竹刀操作を習得するためにも有効と言えます。中段の構えから竹刀を振りかぶりながら右足を前に踏み出します。左足を引きつけながら右斜め45度の軌道で竹刀を振り下ろします。手首のスナップを効かせ相手の左面を狙って打ちます。左足から後方に下がり今度は左斜め45度の刃筋で右面を狙って竹刀を振り下ろします。この一連の動作を繰り返します。この時左右の腕の力を均等に使うことがポイントとなります。左拳が正中線から外れないよう注意しておきましょう。前進・後退以外にも開き足を使って左右に体をさばきながら行う方法も覚えておくと良いでしょう。跳躍速素振りは通常の素振りに跳躍の動作をつけて素早く行う素振りです。中段の構えから竹刀を大きく振りかぶり右足から前進し同時に竹刀を振り下ろします。左足を引きつけながら手首のスナップを効かせて正面を打ちます。再び左足から後退しながら竹刀を振りかぶり一連の動作を反復していきます。この時前足から順番に素早く前に出ることを意識し両足で同時にジャンプすることがないよう注意しましょう。スピードに気を取られ中途半端な打ち方をしても意味がありません。一本一本に気持ちを込めてしっかりと正確な打ち方を心がけましょう。剣道における間合いは攻防の鍵を握る重要な要素といえます。間合いは大きく分けて次の3つに分類されます。一足一刀の間合いは剣道の基本的な間合いで一歩踏み込めば相手を打突できる距離を言います。また一歩下がれば打突が届かない距離でもあります。遠間とは一足一刀の間合いよりも遠い距離を言います。この間合いでは相手の打突は届きませんが自分の打突も届きません。攻撃するためには間合いを詰めることが必要です。近間とは一足一刀の間合いよりも近い距離を言います。自分の打突も相手の打突も簡単に届くので相手のわずかな隙に瞬時に反応できる体勢を作っておく必要があります。